北電エネモールの便利なサービスをご紹介。電気・ガスのご利用状況はエネモールで簡単に確認できます。この動画では電気・ガスのご利用状況の確認方法についてご説明します。まずはトップページからログインボタンをクリックします。次に ID とパスワードを入れてログインボタンをクリックします。ログイン後のページのトップに直近のご請求額、ご使用料を表示しています。ご使用料をクリックするとご利用状況の詳細を確認できます。この画面では電気・ガスのご利用状況を月別、日別、時間別に細かく確認できます。月別では過去最大24ヶ月分のご使用量をグラフで表示でき、前年同月のご使用量と当月のご使用量を一目で比較できます。棒グラフをクリックすると各月のご使用量、折れ線グラフをクリックすると同じ料金プラン契約容量のお客様の平均的なご使用量を確認できます。さらにこちらをクリックするとその平均的なご使用量よりも 5% 以上ご使用量を削減されていた場合、グラフにエコメダルが表示されます。またこちらをクリックすると前年同月のご使用量、前年同月の平均的なご使用量を表示でき、下へスクロールすると表でご使用量とご請求額を一目で確認することができます。節電・省エネの計画を立てるのにとても役立ちます。日別では日付ごとにご使用量の確認ができます。ご使用量が少ない日、多い日を把握して省エネに役立てましょう。上へスクロールしてこちらをクリックすると CSV 形式で30分ごとのご使用量をダウンロードできます。また時間別では30分単位で細かくご使用量を確認できます。時間帯ごとのご使用量を把握して省エネに役立てましょう。請求金額をクリックするとご請求内容の詳細を確認できます。この画面では各月ごとのご請求内容や電気・ガス料金の内訳を確認することができます。こちらから各種形式の請求情報をダウンロードすることができ、さらに下へスクロールすると期間を指定して料金をお支払いしたことを証明する受領済証明書をダウンロードすることもできるので、家計の管理や各種申請に役立てましょう。またこちらをクリックするとご使用量の内訳画面が表示されます。さらに上へスクロールしこちらをクリックすることで各月のご請求額もグラフで確認できます。棒グラフをクリックすると各月のご請求額、こちらをクリックすると前年同月のご請求額も表示できます。北電エネモールをしっかり活用して素敵な省エネライフを送りましょう。